取れたての情報をお届けする挨拶。川崎市中原区にある横浜銀行武蔵小杉支店で今、第2回世界子ども絵手紙展が行われています。子どもの表現する力を通して文化や言葉の壁を越えた国際交流を支援しようと、川崎北ロータリークラブが行っているコンクールです。川崎市内の児童のほか、海外からも応募作が集まり、今年の3月に表彰式が行われました。会場には入賞作品56点が展示されています。基本的教育と識字率の向上という施策があります。で、我々はその施策にこの世界絵手紙子ども絵手紙展が合致すると考え、子どもたちの明るい未来想像力を応援するということを主体に行う社会奉仕事業として行っております。 SNS の普及とかで手紙を書いたりとか、そういう機会がだんだんなくなっている中で、こういったことで皆さんもお子様たちのそういった心を皆さんに伝えることができるということで、こういった絵手紙展というのをますます広げていくということが重要じゃないかなということを思っております。この絵手紙展は5月31日まで行われています。